こんな感じです。入れると。85で25。パンの方が楽なの？パンの方が楽かも。作るのは時間はかかるけど、パンの方がなんかやって慣れてるから、お菓子は全然作れる。本当多分最後作ったの中学か高校くらいの気がする。でもこれがなきゃパンも焼けないもんね、このオーブンレンジ。オーブンないと焼けないです ね。オーブンいいですよ。どこまで作れるんだろうな、これ。もう、だからさ、100円ショップできてから20年経つでしょ。え、そんなになかったんですか？あ、俺の記憶、楓の記憶では何年前？でも、小学生の時にはあったような気がする。小学生にあった。そうすると20年か。だいたいそんなもんじゃない、20年ぐらいじゃない。え、画期的っていうか、びっくりしたんですか、最初できた時。最初できた時はびっくりしましたね、やっぱり。今はまた、もっとこう、特化したもの売ってるもんね。特化したもの？100円ショップで、なんかこう、いろんな、なんつうんだろう、アイデア商品じゃないけど、結構そういうものとか。でも結構時間かかるよね、すごい。準備できた。なんか、うわ、煙ですね。あー、あれ忘れた。鍋つかみみたいな。あー、あるよ。ありますか？これそうでしょ。あ、でもあ終わってからで大丈夫です。よし、これで焼きます。OK。25分だけど、たまに見た方がいいな。なんかイメージだと、こうなってほしい。ちょっと下がりこうなってほしい。こう、これじゃ分かりにくい。カップだと思う。でも多分ならない。今入れたのがこのくらいだから。どのくらいになるのかな。多分こうはなってくれないような気がする。生クリームをここに生クリームを。本当はこうなってくれたらクリームのせてマシュマロこうのせて、なんかこの生地のこの上のとこ、これをくり抜いてなんか顔みたいにしてるレシピがあったから、それをなんかこう抜けたくて、でも多分なんないこの部分、これはちょっとできたらやりたい。
手の多分上で、上から見たらこんな感じで、顔みたいな、チョコペン、チョコペン赤と茶色と白と赤と茶色と、なんかこういうアマビエ、アマビエを作りたい、これ怖っまあいいか、なんかこんな感じにしたいなっていう想定です。めっちゃ怖いなこれ。まあ全然膨らまなそう。湧いてるかも。美味しそう。なんか焦げ臭い。あのこの前の武蔵野。あ、でも結構膨らんだ。もうちょい高さが出るといいんだけど。掴むやつ、その四角いオレンジ色の、四角いオレンジ色、あ、これか、うん、これも四角い、あ、それでいい、うん、で、これちょっと話した、うわー、ちょっと焼きすぎか、いいのかな、よいしょ、あ、でも思ったよりは高さが出た、こんな感じです。おー、すごい、初めて焼いたかも、ね、いいね、いいですね、色がいい感じで、クリーム、クリームきたかったんだけど、ここ3つかな、ちょっとちょい冷ましようかな、さっきのを絞るだけです。めんどくさい。こうやって戻せ。